おや、見たことない柄のヨッシーがいっぱい。でも様子がおかしいようですね。あ、ケイトにされちゃった。仲間のヨッシーを助けるためケイトの世界へ、さあ出発。ヨッシーウールワールド。仲間を助け出すにはヨッシーの能力が欠かせません。敵を食べるとケイト玉を作ります。このケイト玉で敵を倒したり、アイテムを取ったり、足場を作ることも。その他に踏ん張りジャンプやヒップドロップなど、ヨッシーならではの能力を上手に使って冒険していきます。見事ゴールしました。あれ、でも何か気にしているようですね。それはコースに隠されたアイテムを少ししか集めることができなかったから。中でも大事なのがこのクラフトウール。仲間を助けるには各コースに隠された5つ全てを探し出さなくてはいけません。さて、どこにあったのでしょうか。もう一度戻って見てみましょう。あ、あそこにありますね。あれを取るには、この壁柔らかい。ケイト玉を投げるとありました。怪しい結び目をほどいて、すべてのクラフトウールを集めてゴールしたので仲間のヨッシーが復活です。助けたヨッシーでプレイすることもできます。その他にもモーモーヨッシーやパックンヨッシー、レインボーヨッシーなど、各コースに仲間のヨッシーたちは1人ずつ、50種類以上のコースであなたの助けを待っています。全てのヨッシーを助け出すのは簡単なことではありません。そんな時にはこのパワーバッジでヨッシーをパワーアップ。ヒップドロップが強力になったり、炎を吐いたり、ポチが手助けしてくれるパワーバッジもあります。でもパワーバッジを使うにはコース中にあるビーズが必要。たくさんのビーズを集めてヨッシーをパワーアップさせてください。それでも先に進めないときはエンジョイモードがおすすめ。空を飛べる羽ヨッシーでどんどん進んでいきます。仲間を助け出す途中でヨッシーはいろんな姿に変身します。バイクヨッシーになってコースを縦横無尽に駆け抜けたり、飛行機ヨッシーになって自由に空を飛んだり、さらにはビッグヨッシーになって大暴れしたり、いつもとは違うヨッシーが大活躍。二人同時プレイなら冒険の楽しさももっと広がります。相手を食べてジャンプでは届かないところに投げたり、二人で協力すればヨッシーを助け出しやすくなります。仲間を助けるヨッシーウールワールド。アミーボ。ヨッシーウールワールドシリーズのアミーボはケイトでできています。
ヨッシーのアミーボで Wii U ゲームパッドにタッチすればもう一人のヨッシーが登場。二人プレイのような感覚で遊ぶことができます。アミーボ、ヨッシー以外のアミーボをタッチするとヨッシーがタッチしたアミーボのデザインに変わります。